どうも、石川です。はい、これより登録販売者資金対策講座の第5章の6回目始めていきます。こちらの講座では厚生労働省から出されている試験作成のための手引きを使用していきますので、まだダウンロードされてない方は下からダウンロードをお願いいたします。はい、それでは早速始めていきます。335ページ、536行目、3番目、医薬品の副作用等による健康被害の救済というのを見ていきます。はい、ここでは、お薬の、ね、副作用によって健康被害を受けてし、受けた方に対して国が、助けてくれる制度を設けておりますので、それらのことについて、ここでは見ていきたいなと思います。はい、537行目、サリドマイド事件、スモン事件などを踏まえて、1979年に薬事法の改正が、行われました。そこではですね、再審査制度というのを作るようになりましたし、あとは副作用等の報告制度というのも整備するようになりました。そして540行目、医薬品副作用被害救済基金法というものがですね、による救済制度というのが創設されるようになりました。なので、サリドマイド事件やスモン事件を踏まえて、こういったですね、救済制度というのができるようになったんだなというところですね。まずここ、しっかりと確認しておいていただきたいなと思います。ね、はい、そして、545行目、ね、医薬品を、適正に使用したにもかかわらず、副作用による一定の健康被害を生じた場合に、ね、医療費などの給付を行い、これにより被害者の迅速な救済を図ろうというのが医薬品副作用被害救済制度になりますよというところでは、552行目見てください。医薬品副作用被害救済制度というのを見ていきたいと思います。はい、この医薬品副作用被害救済制度なんですけど、まずは、ね、ここですね、医薬品を、ね、適正に使用したにもかかわらず発生した副作用について救済を行っていきますね。ちゃんと使ったにもかかわらず、お薬の副作用で起きてしまった方に対して、救済をしていきます。なので、558行目見てもらいますと、ね、健康被害を受けた、ね、本人または家族が、この給付請求というのを行っていきます。本人または家族ですね。なので、ここ、ね、本人または家族ではなく、ね、医師が、ね、請求をしますよというのは、ね、これ医師ではありませんので、これ×になります。ね、はい、それから、その次ですね、560行目見ていただきますと、ね、薬事食品衛生審議会の、ね、を経て、ね、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、医療費などの各種給付が行われるようになります。ね、そういったことがですね、簡単に上のところ、ですね、図が書いてあるかと思います、ね、そこを見ていただくと、これはですね、左から右に、かけて見ていくものになるんですけど、まずは副作用が起きましたよねというところから健康被害者が、給付請求というのを行っていきます、ね、それが医薬品医療機器総合機構、ね、PMDA というところに、その給付請求というのを行っていきまして、この PMDA からですね、厚生労働大臣ね、こういった困った人がいるんですけど、どうしたらいいですかっていうのを聞いていきます。そして厚生労働大臣がですね、お薬のプロ集団の人たちに、聞いて、判定を 行ってもらいます。そして、最終的な判断を行っていくのは、厚生労働大臣がその、判定を、決定していきますので、そこで、厚生労働大臣が、PMDA に対して、情報を伝えていきます。で、そして PMDA がですね、健康被害を受けた方に対して、ね、各種給付っていうのを行っていきますので、これがですね、一連の流れになります。はい、じゃあこの PMDA がですね、その健康被害を受けた方に対して、それぞれの給付を行っていくんですけど、その給付、どういったものがあるのか、これはまた次のところで見ていきたいなと思うんですけど、そのお金の財源ですね。財源に関しては、この図を見てもらいますと、医薬品製造販売業者というところで、一般拠出金、それから付加拠出金というものから、ね、お金の財源をいただいております。なので、製薬メーカーさんが、ね、まあ、毎年、年度ごとにですね、この
PMDA というところに対して、ね、お金を渡してるんだなというところですね、知っておいていただきたいなと思いますので、なので、562行目見ていただきますと、救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については、ね、製造販売業者から年度ごとに納付される拠出金が充てられるほかって言ってますね。はい、そして、ここからポイントなんですけど、事務費についてはですね、事務費についてはその2分の1相当額が国が補助してます、ね。なので、事務費用については2分の1が国の補助です。ね、なので、ここですね、そもそもの、ね、こう救済給付の業務に必要な費用っていうのは製薬メーカーでしたよね。が、毎年、ね、お金を集めてます。製薬メーカーですね。でも、国っていうのは2分の1を、ね、事務費用の2分の1を負担しているんだな。それ以外は製薬メーカーから集めたお金で運営しているんだなっていうところ、ここね、いろんな引っかけ方で出てきますので、しっかりと、注意しておいていただきたいなと思います。よろしいでしょうか。はい。で、あとはですね、568行目見てもらいますと、ね、生物由来製品を介した、ね、感染等による、健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした、ね、生物由来製品感染等、被害救済制度というのが、設けられています。なので、これもですね、生物由来製品に関する報告制度というのが別枠設けられたと思います。なので、別枠設けられてたので、ここの生物由来製品に関しても、ね、救済制度というのが別に、設けて、あるんだなというところですね、知っておいていただきたいなと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、ここまでですね、ちょっとややこしいところ何点かありますので、しっかりと復習しておいていただきたいと思います。はい、ここまで動画いいなと思っていただいた方、LINE アートなどに、お友達登録していただきますと、質問を受け付けていきたいと思いますので、ぜひ、お友達登録いただきたいと思います。はい、それでは本日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。